お疲れちゃんです。ラットレスタ系で今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はマルチやっていこうかなと思います。というわけで今ね、75の56位、結構いいとこいますね。76行きたいですね。というわけで、このホバリングのね、ロイフグ使っていこうかなと思います。なんか元はハンターなんですけど、僕よくこのホバ型をね、使ってまして、スペルがいつも多分5ウッドだったんですけど、今はまあ環境クエイクが強いので、クエイクにして、あとは箱ですね。あの、マジアチャーホバだと、なんかね、ゴレダクネとか、言ったら、こう、ゴリ押し系、大型が止まんないんですよね。まあ、ラバルとか。そういうのが止まんないんで、こう箱にするだけでね、そういうのにも結構戦えるようになるっていうので、箱にして、って感じでやっていきます。ちょっと前まで、ババハンター型の、奉仕のスケヒースピの高回転のロイフグ使ってたんですけど、今、なんかね、メガナイトロイフグか、が結構いるんですよね。まあ、結構っていうわけでもないんですけど、ちょくちょくいるんですよね。そうで、メガネヘイトロイフグにゴボウリと箱がデリバリーとか入ってて、そのババロイフグだと勝てないんですよね、マジで。どう頑張っても勝てなくて、当たった瞬間負けみたいなとこがあって、結構辛いんでね。このホバリングとかだと、ホバリングミニペか。だと、まあ、ワンチャンいけるんじゃねえかっていうので、この方にね、今変えてやってるんですけど、まだね、そのメガネヘイトロイフグとね、当たってないんでね。動画内で当たれたらね、この散々狩られた分をね、ちょっとね、そう、買ってやろうかなと思ってるんですけど、まあ、箱にした方によってクロスにもきついですね。クロスがきつい。あの、クエイクホグとかもあるんですけど、まあ、クロスは僕が今から話してたのは、あれですね。まあ、トルネ型の、そう、トルネテスラのアイスイズを持ってくれればいいんですけど、あれね、通んないんですよね。そう、クエイクデッキでも、ホグとかロイフグだと、マジでテスラとトルネアイスイズでガンインもされて、ロケットで3600削られちゃうんですよね。ロケットウッドで。なんで、意外とね、箱だとよりちょっとね、きついかもしれないんですけど、これホバーがあるんでね。そう、アイスイズとテスラしかなくて、ホバーがあるんで、ホバーをね、こう結構活かせたらね、クロスにも戦えるかなと思い、さあ、このデッキ、環境最強説を唱えたいですね。よろしく。来たゴボリ、ワンチャンメガナイトロイフだな。メガナイトロイフグ説あるよ。だって今、ゴボリ、まあ、マルチもいるんですけど、めっちゃ多いわけではないんですよね。来たんじゃね？ゴボリエリキ、今んとこね、僕がさっき言ってた、メガナイトロイフグですね。さあ。で、こっからですよ。違った。残念ながら違った。これはちょっと微妙にホバー延命させていきます。で、ベビー処理しつつ。取るね？おー、なんか、あー、これヒースピンもう一個早くやっとけばよかった。相手めっちゃ許容してくるな。めっちゃ許容してくるけど、このミニペを美味しくいただかれるのはちょっと辛いですね。うわ、すげえ相手。なんかそのユニットのご利用し方みたいなの分かってますね。いやー、この箱下手だったな。ちょっとやばいですね。アドがで、このホバをまあ受けてくれたらいいんですけど、無視されると結露いいから、ああ、オッケーオッケーオッケー。ここは許容ですかね。いや、レイジーで。さ、ロイジャイですね。で、これ、ワンチャン、今、ロイジャイいるんですけど、ファイボなんですよね、基本的に。基本的なスペルがみんなファイボだった記憶があるんですよね、個人的に。一応、延命して、ファイボだった記憶があるんですけど、どうだろうね。ゴボウリが邪魔だな。ゴボウリが非常に邪魔ですね。これミニペ出すんですけど、回します。逆サイロイメガが来るかもしれない。まあ、ホバーあれでいっか。これがチャンスですね。ワンチャンファイボ？来ない。ヒースピで？ミニペ回復しろ。ミニペが回復したらマジ最強なんですね。ミニペ受けがちょっときついので相手。やべ、フルカウント来る。ですが、箱もあるし、マジアチャで射抜けるので、オッケーオッケー。回収して、で、多分これ、箱が回ってない、ファイボか。あー、そうですね。オッケーオッケー。エレキ落ちる。うん。いや、これ、いい流れですね。ペースとしては非常にいいですね。で、ファイボ咲いた次、あんちゃんクエイク削り。クエイク削りは、やめましょう。ワンチャンファイ入るんでね。入んねえか。そんなね、美味しくはないですね。
削り、無理に攻める必要もないかなと思いますね。ここまで来たら。で、ワンチャン5打ってくれてもいい。打ってこねえんだな。すげえな、ユニットの攻めがすげえ。ユニットの圧がやばい。オッケー、クエイク2周だな。回します。地味に回転早いんだね。オッケー、大丈夫でしょ。こえー、そうロイジャイですね。びっくり。よし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 、でかいですね。あと1勝、あと1勝だっけ。あと1勝で76いける気がしますね。いや、ミニペがちょっと一周回ってきてる。ワンチャン一周回ってきてる。さあ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 、43いいですね。でもなんかね、今ジャイプリも増えてるんですよ。そう、ジャイプリがなんか普通のジャイプリプリエレキメガゴのファイボザップディガーもいて、あとジャイプリプリあのヤリゴブコウモリギャングのファイボザップもいるんですよ。そう、JPP コカツとジャイプリプリディガー、そのねジャイプリに当たると多分このデッキ絶望的なんでね。そう、スケートとかじゃなくてヒースピになってるんで、よりね、陸行きがしんどくて、っていう感じですね。いやー、怖い。さあ、楽しみですね。ちょっとメガナイト、メガナイトロイフどうせなら戦いたいですが、そういえば、自粛の緊急なんちゃら宣言みたいなのがね、解除されましたね。そう、解除されたんで、もうね、よっしゃ、やっと、外、まあ、気軽にね、前よりは気軽に出れると思って、運動したいなと思って、ずっとバスケできてなかったんでね。そう、バスケットボール買って、バスケットシューズ、で、バスケットシューズじゃない、まあ、運動靴か、もう買って、もう完全に準備万端なんですけど、そんな中にね、自粛期間に入っちゃって、バスケ全然できてなかったんでね、今回、公園に、行ったんですね。まあ、15分ぐらい歩いたら、バスケットゴールがね、ある公園があるんで、そこに、行ったんですよ。そう、やっとだと思って、解除された日か、その次の日にね行って、こうよし公園だって。もうなんか前までね、いつも公園にめっちゃ集団がいて、うわ行ってもうわマジかと思って、人めっちゃいて無理だったので帰って諦めてを繰り返してたんですけど、さすがに今日は行けるだろうと思ってね、行って、こう公園に近づく瞬間にこう足音というかドリブルのね、ボールの音とかね、こう聞きながらね行ったら、ボールの音がねトントントンってするんですよ。うわ一人やんと思って、こう、まあ、まあ少しだったらねいいかなと思って、人ちょっとしかいなかったらいいかなと思って、こう曲がってね、こう公園見たらね、なんと公園閉まってるんですよ。公園が、はあ、自粛期間のためってもう終わってるのに、まあまだね終わったばっかだったっていうのもあったんですけど、公園が閉まるっていうことがあってびっくりですね。なんかもうずっと岡山にいたんで、公園が封鎖されるなんて考えたこともなかったんで、そっちかと思って、そしたらその、閉鎖されてる、入り口が閉まってるんですよ。閉鎖されてる、トイレのね、横で、40歳ぐらいのね、おっちゃんが、バスケットボールでドリブルの練習ずっとしてましたね。すごい虚しくなる図がね、完成してたんですけど、閉鎖されてる公園の目の前で、ドリブル練習してるおっちゃんがいて、あってなって、あってペコペコしながら帰りましたね、僕。っていうね、ちょっと辛いこともね、ありました。なんか、しかもバスケットゴールに、なんかちゃんと袋っていうのかな、こう、なんて言うんだろう。なんか、無理やり公園に乱入してもバスケできないように、そう、リングが袋みたいなので封鎖されてて、あ、そんなこともされるんだと思ってね。都会すごいなと思い、相手のデッキマット覚えてね。あ、これだよ、これこれ。多分俺が言ってるやつだよ。メガナイトロイフじゃん。来た！来ちゃったよ。本当に。本当に来たのは来たんだけど、来たら来たで辛いっすね、これ。箱がない時のさっきのロイフグめっちゃ痛いっすね。で、右サイドなんだ？うわー、これ一回待つか。多分ホバですね。ホバをどう生かすかゲーだと思いますね、個人的に。うわー、これやだな。デリバリー本当は使いたくないんですよね、こういうところで。これやばいっすね。これエレキからのロイフグ、いやー、やべえ。これ勝てねえのかな、さて。勝負挑んだというか、勝てると思ってすごい来ちゃったんですけど。壊しちゃうか。いや、でもやべえ。これ、やべえ。あれが来る。絶対来る。ですよね。さてはやばい。さてはやばい。無理だ。このメガナイトロイフに勝ちたくて、このロイフにしたんだけど、
さては無理説があるな。あの、ごぼうりと、箱止めがないとかあるんですよね。そう。それがね、すごい厄介。ですが、可能性としてはあって、ホバが刺さる。よし。ウェイ。いやー、待ってよ。からの、完全許容の、これ無理だな、でも。ちょっと待って、考えれば考えるほど無理になってきたんだけど。ミニペッカ。ミニペッカ刺さるかなと思ってたんですけど、思った以上にゴボリ硬いですね、これ。ミニペウケないよなーと思ったんですけど、いやー、これはやられたかなー、さすがに。なるほどね。いや、これがめっちゃいるんですよね、今。そう、めちゃくちゃこれがいて、いや、これあるぞ。これ右側に、いや、ねえな。全部ゴボリで終わっちゃうんですよね。いや、ほぼ入る。ヒースピーでエレキ来る。ういなるほどね。このロイフグには、ロイフグで勝てないと。まあ、ロイフグデッキに、ゴボリと箱が入ってるので、まあ、ロイフグ界の頂点みたいなところありそうですね、相手のデッキ。まあ、勝てないことはなさそうなんですけどね。なんだろうね。多分、ロイフグを飛ばすと、飛ばすだけ、ゴボリ、箱、メガナイトで受けられて、フルカウンター来ちゃうんで、多分、一回も飛ばさないが、多分正解ですね。アイゴレ、ミニペ、ホバ、ヒースピ遅れてぐらいで、多分そこで相手になんかええ感じに咲かせてやってやるけど勝てないっていう感じが多分ねしますね。結論きついけど、ロイフグ飛ばさないのが正解ですね。なので飛ばさずに箱マジやっちゃとか箱と1枚とかで結構ロイフグ抑えられるので、いやもったいないですね。永遠ガン待ち、無限ガン待ち対決ですね。無限ガン待ち対決しとけば可能性ありますね。なんて最初の箱ない時のロイフグがちょっと痛かったですけど、勝ちパターンとしては可能性がねありますね。薄いけど1ミリぐらいしかないけど見えてきましたね。もう一回やりてえな。もう一回ちょっと勝ちパターンをちょっとね覚えたいですね。はい、という感じで飯も食いきたいですね。そう、外食できるんでね、ケンタッキー食べたいし、つけ麺食べたいし、なんだっけ、焼肉も食べた。で、つけ麺をちょっとマジで皆さんにね、このつけ麺の、マジで、つけ麺の、広めたいですね。本当に、あの、東京麺屋武蔵っていう、結構有名なね、つけ麺屋さんが、まあ、あの、まあ、チェーンっていうのかな、チェーンではないんだけど、こう、あるんですよね。そう、なんか、まあ、サイズみたいに、いろんなところにね、いろんな駅のところにあるんですけど、サイズほどはないかもですけど、あの、マジで、その、まあ、その場所によって、こう、やっぱ特徴がね、あるんですよね。こう、全部、メニューとしてはまあ大体同じなんですけど、やっぱ特徴がチャーシューが違ったりとか、まあ、全然なんかお肉が違ったり、まあ、スープが違ったりとか、なんかもう全然マジその場所によって違うんですけど、それをこうあのメイン屋武蔵のこうまあウィキペディアか、まあ、サファリかなんか調べてもらえればね、こう公式サイトでマジ秋葉原はこういうつけ麺ですみたいな、でなんかここはみたいな、渋谷はこういうのでみたいな、うわ麦っと、なんかそんな感じでね、あのこう、つけ麺のね、こう、いろんなつけ麺が載ってるんでね、ぜひね、こう、皆さん調べてほしいですね。めちゃくちゃうまそうなんで、ね、うわぁ。麦ったんだ。麦ったん来た。勝ちてぇな。やりごぶコウモリ。ホグか、オールブレイカーですね。もう、細かいののプロなんでね。ポイズンだったら、ホグだったらクエイクなんで、ウォールブレイカーですね。問題は、スケバレか、オールブレイカー。ああ、オールブレイカーですね。で、ボムタワーありますね。あ、これもね、同じ理論ですね。ロイフそんな飛ばす必要なくて。うわぁ。うぜぇ、この D が。これ対応したのもついでで守られそう。いや、勝ちたいですね。ヤリゴブリンかな。うわぁ、めっちゃいい位置出すじゃん。これはまあ。許容という名のね、受けれないやつ。うわぁ、痛い。痛いが、まだ可能性はありますよ。ホバリングあるんでね。ホバマジやっちゃあるんでね。待ってよ。ポイズン、ウッドか。ってことは、箱がないんだ。箱がないから、箱がないからね、全然ありますよ。
で、多分ミニペなんですよね。で、ん？ないとか。あー、ボーポイすんのか。うわ、エッチだなー。まあまあまあ。いやー、待ってよ。サイクルが。なんかペース握られてますね。で、これディガーか。うえへー、やめてー、やめてー。さあ、ポイズン使ったが、回転が早いんですよね、彼。なんか、ね、うっと転がされるんですよね。クエイクチーノ。あ、全部溶けるか。やばい、待って、やだやだやだ。麦ったんせんな。麦ったんせんな。麦ったんせんな。おい、ちょっと待って待って待って。ああ、ちょっと待って待って待って。マジで、マジでワンチャンある。ホバリングで、ヒースピ？ヒースピ決まれ？ヒースピ決まって？決まんないっすね。ちょっと待って。なんでただただボクされないといけないんだろう。うわー、やりますね。終わりましたね。虚しく。もうちょっと戦いたかったんですけどね。まあ、これボムで。もう一回やりたいですね、ちょっと。ヒースピな、なんか、ヒースピの受けがうまいですね。普通だったらこうユニットパッて出すんですけど、こう、もう待って、待って、ウッドで、みたいな。いや、ちょ、もう一戦行きましょう。もう一戦。やばい、7号したくない、なんで。トロ上げ、トロ上げ動画なのでトロが落ちる。今な、一緒に入か、一緒に入ったっけ。うわー、76リーチまで行ったのに。ちょ、もう一回当たんねえかな、偶然。偶然もう一回当たんねえかな。ああいう細かい系の、まあ、箱がなかったんで、マジで、アイゴレミニペ、ホバとか、まあ、そういう形、アイゴレミニペ、ホバにさらにマジアチェ追加とかができると、結構ね、そこのホバとマジアチェの処理がむずいんで、刺さるんですけど、普通はね。普通は刺さるんですけど、対応がね、うまいんですよね。すぐボーポイしてくるんですよね。さあ、この人はね、ペッカの人ですね。ペッカ工場の人ですね。さあ、3が5ですね。多分3が5。で、これデリバリー落とすと、ここに U のとかすごい来やすいですね。こうなりか。ふぅー。U の最初咲いたな。何で来るだろう。ポイズンか。見えなかった今。で、これアイゴル咲くと逆サイ言うのでミニペ咲かしてみたいな。これ工場も使ったから多分終わったと思うんですよね。これマジでミニペが暴走。まあでもこれあれか、俺も終わるのか、なんなら。あー、で逆サイ工場っすね。これちょっと早めに。そうっすね。なのであれをまあ箱で全回収したいんですけど。よいしょ。いや、いいタイミングの箱じゃない。いや、この箱めっちゃいい。さあ、でここ飛ばしたいけどコストが際だな。我慢しますか。ザップ使ったロイフグミニペで、ピッカ出された瞬間のロイフグミニペがいいんですけど、あれなんですよね。工場で逆サイに釣られるのが一番辛いんですよね。よいしょ。これ行っちゃっていいっすね。もう行っちゃって、ガンガン行っちゃって、ここでペッカを溶かしたいっすね。できるだけ。ここでペッカ溶かして、後からの防衛楽にしたい。いや、クエイクってもよかったっすね。で、箱落として、箱最強ですね、マジ。箱最強。あー、これホバ回復して。うぇい、でかい。で、これもローグ飛ばして、やべえ、ホバ先行だけはやめて。先行だけやめて。やばい、このホバ先行やばい。まあ、ダグがあと20秒ですからね。ワンチャン両方ポキポキゲーミングが怖いですね。さあ、工場来る。
これザップ垂れたらやばい。あぶねえ。いや、うまいですね。あぶねえ。これは、ホバがね、やっぱホバがいいんですよね。ホバが、個人的にただただホバが好きなだけなんですけど、まあ、勝てたんでよかったっすね。いや、最近めっちゃ煽られますね。確定ぐらいで煽られますね。はい、というわけで、ちょっとトロ上がんなかった、上がんなかったけど、まあね、頑張ります、トロ上げ。はい。最後何デッキ使うか分かんないですけど、まあ、一旦ね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんもぜひね、ロイホグ使いましょう。というわけで、チャンネル登録ぜひ、お願いします。では、お疲れ様でした。